株式会社 r. E. K. A. の島田です。今回はですね、集合型スウォット分析研修はなぜ効果があるのかということについてお話します。この、まあ、三十年ぐらいですね。まあ、四百弱の相当分析を手掛けてきたんですが。あの、一般的な進め方はですね。経営者中心に、まあ、少人数で相当分析を行って。各種戦略を立案するという方式なんですね。まあ、いわゆる会議形式、面談形式で、ね。しかし、中には。 全社員または全幹部が一堂に会して集合型スォット分析研修をすることも数社あったんですこの集合型スォット分析研修は企業側にはいろんなメリットがありますねまあ実際じゃあどういうことをねやるのかそのドキュメントを少しご紹介しますまず第一点目はですね社員に今後の戦略を考えさせイメージさせたい教育目的のスォット分析というのをしたことがありますこれはある企業で 社員全員新卒も含めてね80人で s o ト分析をしましたこの企業の経営者からの目的がこうたえれました s o ト分析メソッドを使うと自社の現状や課題が見えてくる現場の社員などは自分の業務しか見ていない s o トを通じて全体像分かれば違った視野が入るからという目的でこの s o ト分析研修を行いましたでまあ目の前の 自分の仕事しかね、考えてない社員には、相当分析の経験というのは相当インパクトがあったみたいです。実際参加社員の、参加した社員のね、感想の中には。顧客にそういうニーズがあるとは知らなかった。これは営業から聞いた言葉です。それを製造の担当者が、いや、知らなかったとかね。営業は現場にいつも無理ばっかり行ってくると思っていたが、ある意味仕方ないと分かったと。今後はいかに協力すべきかが分かったとか。うちの製造技術で。 いろいろな技法や可能性があることが分かり顧客系の提案の幅が広がったこれは逆に営業さんがですね自社の技術をよく分かってなかったわけですね、うん、なんだこんなこと使えるんだということが分かったとで、各部署の現状や課題や現状可能性を知ったことでまあ、今後部門間連携が図りやすくなったとまあ、こういう非常に前向きな意見が出てきたわけですねこれはね、単なる頑張れ的研修じゃないんです自社の実情を知ることで 組織に新たな課税をみすす効果があるんですねだってスオート分析ですからじ自社の強い分析それから外部環境機械分析やるわけですからねそれから次の会社はね集合型スオート分析研修は小集団に分けて議論とまあ今みたいにその,この80名を一発でやるというそのケースこれは稀でした正直ねただ一般にはね部門別あと CFP ククロスファンクショナルグルグープ、まあ、ちょっと部門からのピ、えー、人をピックアップしてですね混成部隊を作るんですけどで各部門参加者をミキシングして行う研修が主流なんですね。ある企業では部門別で相当ムスクしましたまず。それぞれ営業部門製造部門設計部門管理部門から半分けしてそして一般斜め前後で作りました。 まず事前にですねスウォット分析とはどういうものかを講義しますけどもこれは1回ぐらい講義聞いたってですねすぐに機械分析強み分析できないんですよねそこで事前にですねスウォット分析研修用動画機づけ DVD と作ったんです当時でこれを先に渡してまず全員に1回は視聴してもらった上で研修に参加してもらったんですねそうするとまあ DVD のおかげで宿題も事前に検討できたわけです 再度当日またスウォット分析の講義をすることで2回聞くことになって当然周知度は上がってきましたで効果を出すには判別討議でその議論するだけじゃなくて議論しやすい進め方いろいろな意見を集約するスキルこれが重要になってくるんです実はただ単に議論すればいいはよじゃないです議論だけで言うと人もバラバラですからねそこでスウォット分析研修用のファシリテーション技術というものを先に講義しました で、特に各グループの班長、にはこのことを、特く説明したんですね。まあ、こういう、その根回し、準備が集合型相当分析研修に欠かせないわけですね。えー、これは、その時の写真です。まあ、かなりの数が、ね、それぞれの班分けして、各テーブルにモニター。と、プロジェクターとか、それから、パソコンを用意して、こうやって議論して終わってるんですね。それから、三番目。 全事業部係長以上が出席して事業部別戦略立案ス相当ット分析研修会をしたことがありますこれはある上場企業の製造子会社なんですねで集合型ス当ット分析しましたその企業には事業部門が6部門あったんです、まあ、前者としての統一的な経営方針はあるんですけども事業部ごとに顧客もエリアも異なっていわゆるビジョンも各事業単位に作成している状況だったんですねで私のス当ット分析の本を読んだ その企業の取締役の方から直接お電話をかかってって、ええ、集合型。方、相当お付き合いすることになりました。で、このスロットモンスクの研修の目的というのは。各事業部の戦略、将来戦略をね、決める研修だったんです。経営者のニーズとしては。ミドル中心に、戦略を整理したいと。彼らが何をやりたいのか知りたいと。と最終的には役員会で決めるが。 斬新な発想を欲し,いなら欲しいから部長や役員で邪魔させたくないということがまあ本音の分であったんですしたがって各反抗生は各事業部の係長課長中心に編成しました、まあ、部長も参加したんですけどもあくまでもオブザーバー参加で口を挟むことは禁止しましたかなりきつかったと思いますよ部長はそうしないと緑が意見が出ませんからねで各グループごとにホワイトボードや模造紙 PC プロジェクター等を用意ししてかなり大きい部屋で一斉議論しました、まあこの会社の社員食堂がでかかったもんですからそこを使ったんですけども、まあ、当然進行,の進行や時々のポイントについては私解説しながら最終的に我が事業部の推奨戦略を一つ発表し,してもらいましたまあその時のこれです写真なんですけどねこういうふうに皆さんが各く班に分かれてこの時はモニターじゃなくて、えー、プロジェクターでしたね。こうやって えー、今発表してるのは聞いてるんですね。まあ私も、ね、長年その経営コンサルタントとしていろんな企業内研修をしてます。例えばリーダーシップ研修とかマネジメントレベルアップとか人事評価効果者研修クレーム対策研修営業評価企業 PRUSP マーケティング研修送別研修マニュアル作り何なの、まあいろいろとやってます。ね、そのの中でもこのスウォット分析研修は本当に自社の現状 分析や課題整理に有効な教育ですね。なぜならば機会脅威という外部環境と強み弱みという内部要因を分析できるからです。ね、全部事実です。ファクトでいきます。ファクトで感覚を一切無視。ね、あの一般的なですね課題解決型研修というのはなんか弱み改善に絞っているところ多いんですよね。もう今今ダメだから変えていこうってでもそれってねほとんどやらされ感が強いんです。 相当分析研修は自分たちが環境分析しね使える強みを徹底して深掘りしますからあの出てきたた結果が違違ううまた気持ちも違うんですねだって強みを確認しながらその強みを広げようとしているのがスオット分析研修ですから普通の研修は苦手なものを克服しようとするでしょだからつまらんって言うんです効果がないって言うんですね。 はい、いうことでまあ,まあ集合型、総統の研修は、ね、今後ともニーズがあると思うので、まあ、どんどん、ねえー、オファーがあれば取り組んでいきたいと思うし、えーまあ、これを聞いている塾生の方とかあーコースの検定を受けた方は、ね、うまく使ってまいりたいと思います。はと、い、いうことで今回は以上です。